先行逃げ切りもあったし、いやそれ血迷ってましたね。え、血迷った別に逃げてもいいやっていう感覚じゃなかったんですか。もう一回切ろうと思ったらそのまま逃げちゃいました。切っても、あ、ま、待つつもりが、はい、逃がされたって感じ。そうですね、まあ、でも、まあ、そのまま逃げたんで行ってるんですか、はい、いいですね、はい、でもこれだけじゃなくて逃げの決まりで逃げやるってことはね、全然先行してもいいよという感じに番組やから見られてる。そうです、いやいやけど、まあそっちも硬い時はします。ああまあね、はい、うん、まあ、ちゃんと位置取ってまくるっていうのが、そうですね、うん、はい、初戦の感じで、やっとね、一時ちょっとなかなか勝てない時期がありましたけども、はいはいはい、何か良くなった要因というのがあったんですか。トレーニング見直して、はい、確かタンクトップがね、もう、え、これが物語ってます。これが物語ってます。体、これも物語ってます。はい、寒いと思わんと。この格好してるの誰もいないですよ。あ、そうです。そうでしょ。いつもですね。違いますよ。もう剣丸薄着の方ですけど。薄着ね。そうそうそう、はい、今回はなかなか誰もいない。はい、全然もうこれ、はい。私京都で誰かいらっしゃいました。いつもタンクトップ。三田村さん。え、いや違う。三田村さんでもいないし、イメージタンクトップです。岩崎さん。あ、そうです。常にタンクトッパーです。初代タンクトップ。若返るらしいです。本当に、はい、寒い足出しとったら、ね、女の人も若い時足生足出せるでしょ。